仕事終わった？寂しいよ。ああ、ごめんごめん。今終わったとこ。今から準備して帰るわ。オッケー。今日もお疲れ様。ありがとう。今日は夕飯作ってくれるんだよね。何作ってくれたの？あはー、作ろうとは思ってたんだけど、やっぱり美味しいもの食べたいなって思ってさ。え、それってもしかして、作らなかったってこと？作ろうとは思ったんだって。でもこの前行ったイタリアンのお店美味しかったし、またそこ行きたいなって思ってさ。だから、ゆうたが終わるの待ってたの。え、あのさ、最近外食ばっかりじゃん。俺、あんまり外食ばっかりにお金使うのって好きじゃないんだけど。そんなこと言わないの。美味しいものを食べてる時が一番幸せだと思わない？否定はしないけどさ、それってたまに外食に行くから余計に美味しいって感じるんじゃないの？まあ、細かいことはいいじゃん。なんて言ったって、ゆうたは社長なんだし、ちょっと外食行くらなんてことないでしょ？そんなことないって。俺だって起業したての時は大変だったし、まともにご飯食べれない時期もあったから、なるべく無駄遣いはしたくないんだよ。何言ってるの？お金は使うものだよ。ただ持ってるだけだったら何の価値もないじゃん。将来結婚したらいろいろお金がかかるだろ。結婚式や新婚旅行、新居や養育費、お金はいくらあっても足りないんだから、貯金できる時にしておきたいんだ。もうゆうたってば、真面目すぎ。ゆうたは社長なんだから、いくらだって儲けられるでしょ？社長だからって将来安泰とは限らないからな。今の時代、いつ何が起こるかわからないし、ちょっとしたきっかけで経営が傾くことだってあるんだよ。だから、今が良ければいいって考えは、ナナもそろそろやめてくれないか。へへ、何マジになっちゃってんの？別にお金使ったっていいじゃん。ユータはいっぱい持ってるんだからさ。それに私だってさ、ユータと一緒にいるために仕事辞めたんだよ。ユータには私を養う義務があると思うんだけど。それはナナが勝手に辞めたんだろう。俺は結婚した後に専業主婦になるのはいいよって言っただけで、まだ結婚もしてないのに勝手に仕事辞めてきてさ。俺のお金頼りにして毎晩外食行くのは違うだろう。もうつまんない。私はユータのことを思って仕事も辞めたのにな。それなのにユータは私の決意を無駄にするんだ。そういうわけじゃないけどさ。でも仕事辞めた時だって俺に何にも相談しなかったじゃん。急に仕事辞めてきたとか言って俺のマンション住むようになってさ。今だから言うけど、ちょっと自分勝手じゃないかな。え、何？急に説教ですか？私は、ゆうたくんのそばで支えてあげたいから、仕事も辞めて一緒に住むようにしたのに、まさかそんな風に言われるとは思わなかったな。なんか超ショックなんですけど。支えてあげたいっていう気持ちは、最初言われた時すごく嬉しかったけど、結局俺の家に住んでるってだけで何もしてないよね。最初俺の家に住むってなった時に、家のことは全部やるからって言ったのはナナの方だよ。それはそうだけど、家事は代行に頼めばいいし、ご飯だって外食すればいいじゃん。わざわざ私が乗れない家事する必要ないなーって。家事代行の人に任せた方が確実だし、ご飯だってお店のものが美味しいし、これもヨータのことを思ってだよ。あのさ、この際だから言うけど、家事代行や外食だって月にいくらかかると思ってるの？確かに家事だってプロに頼んだ方が早いし、ご飯だってお店の方が美味しいかもしれない。でもそんなことにお金を使うのは違うだろ。家事だって自分でできることだし、ご飯だって家で作れるんだから、たまには自分で頑張ってみてくれよ。そんなこと言うんだったらさ、ゆうたが自分でやればよくない？は？それ本気で言ってんの？だってそうでしょ？私は自分でいいと思ったことをしてるのに、ゆうたは全部否定するしさ。だったら自分でやればって感じ。いや、ちょっと待ってよ。家賃や生活費を俺が負担する代わりに、ナナが家事してくれるって話だったじゃん。だから、
私は私なりに考えた方法で家事してるでしょ？私が自分で全部やるなんて言ってないし。はぁ、本当は言いたくなかったけど、ナナが分かってくれないから言うね。何？実は会社を辞めることになったんだ。え？ちょっと待ってよ、どういうこと？そのままの意味だよ。急に経営が傾いてさ、倒産する前に畳もうと思って。いやいや待ってよ、ありえないんだけど。まだ倒産してないんでしょ？だったら続けなよ。ナナはわからないかもしれないけど、赤字のまま続けても負債が大きくなるだけだから、他の社員にも迷惑かけたくないし、被害が大きくならないうちに辞めることにしたんだよ。嘘でしょ？じゃあこれからどうなるの？今度海外に旅行行くって話は？私の好きなブランドの新作のバッグも買ってくれるって言ってたじゃん。悪いけど無理だよ。そんなお金の余裕ないし、今住んでるマンションも引き払ってもっと安いアパートに引っ越すから。そんな、私何も聞いてないよ。安いアパートなんて住みたくない。ごめんな、できればギリギリまで言いたくなかったんだけど、あまりにもナナがお金に関して無頓着だから、ちゃんと言っておかないとと思って。じゃあ今日の会食は？だから無理だって。これからは外食なんて行けないし、家事も自分たちでやるから。ちょっと待ってよ、仕事は？会社辞めたらユウトはどうするの？まあちゃんと仕事見つかるまではバイトを掛け持ちしようと思ってる。だから悪いんだけどさ、ナナもなんかバイト見つけてほしい。もちろん俺がちゃんと稼ぐつもりだけど、俺一人ではやっぱり厳しいからさ。いや、私そんなの絶対嫌だから。ナナ、言ってくれたよな。俺のことを支えるために仕事辞めたって、俺のことを思ってそばにいることにしたって。今回ももちろん支えてくれるよな。何言ってんの？お金ないくせに偉そうなこと言わないでくれる？自由に使えるお金がないんだったら、あんたと付き合ってる意味ないわ。ナナ、どういうこと？私はユータが社長で、私に貢いでくれると思ったから、今まで一緒にいただけ。お金がなくなったんだったら、一緒にいる意味ないの。わかる？それはつまり、お金目的で付き合ってたってこと？当たり前でしょ？あんたみたいに、地味で冴えない奴と、本気で付き合うわけないじゃん。そんな風に思ってたんだ。ナナの気持ちよくわかったわ。ああ、せっかく有料物件だと思ったのにな。せっかく結婚まで行けそうだったのに。ほんと、いいとこで使えなくなるんだから。じゃあもう別れるのか？はあ、聞かなきゃわかんないわけ？別れるに決まってんでしょ。家ももう出ていくわ。そっか、でもよかったよ、結婚する前に、ナナの気持ちが知れて。私もよかったよ。結婚する前に、お金ないの分かって。早く騙されて結婚行っちゃうとこだったよ。じゃあ、明日には出て行くね。俺も来週には、作業部屋がある新居に引っ越すからさ。え？作業部屋？新居？安いアパートじゃないの？ああ。さっきまでの話、全部嘘だから。あ、ちょっと待ってよ、どういうこと？どういうことって言われてもな、結婚する前にナナの本性を知っておこうかな、みたいな。ま、案の定、金目当てってことが分かったけど。何やそれ、最低、私のこと騙したのね。騙した？散々俺のためとか、支えたいとか言ってて、結局、お金目当てだったそっちの方が騙してない？それは。まあ、とりあえず、もう別れるのは決定だから、なるべく早く出てってね。え、嘘でしょ？ねえ、待って！お願い！謝るから許して！家に帰ると、ナナが泣きながら謝ってきましたが、もちろん相手にせず。さらになんと、僕のお金を勝手に使って、ブランド物を買っていたことが発覚し、それらも全部、フリマアプリを使って売ってありました。ナナから合鍵も募集しましたが、かたくなに出て行こうとしないので、先に俺が新居へ引っ越しました。まあ、来週には嫌でも出て行かなくてはいけないですし、仕事もしてないナナが大変な思いをするのは目に見えてますね。